皆さん、おはようございます。マーティーン、ダーノミアクーボーイ、キリタクです。人口の心配のお話です。やはり、出生率は今は減っておりますね。はい。やはり、高齢者が逆に増えているパターンですね。はい。学校一人当たり、教育費もそうですが、学校給食費、補助学習費、いろいろありますが、一番多いのは、その他は含まないので、補助学習費だそうです。やはり、高いものでございます。学校はですね。はい。まあ、いろいろありますけどもね。はい。 教育訓練いろいろありそうですね。日本。2012年では減ってますがね。はい。仕事関連、会社負担、仕事以外でもいろいろありますね。仕事の収入多いのは航空ですね。業位。逆に少ないのが保育士だそうです。はい、収入、金属数ですね。やはり、まあ、バランス、AI には負けてないです。ただ AI の時代でございます。ただし、はい、仕事は。はい。 ボランティアいろいろありますが、公立教員免許は、まあ減ってはいますけどね。まあ、ボランティア参加している人も、まあいる人はいるけども、ちょこっと増えてますね。はい。ボランティアは生涯現役です。貧困に困っている方も何人かおりますね。はい。というわけで、人口が心配でした。バイバイ。